グリゲングルコースグルコースマイナス6、リン酸グリゲンの分解は、グリゲンのイカ作用のことで、グリゲンがグルコースモノマーに分解、リン酸化され、グルコースマイナス1リン酸となる。このグルコース誘導体は、グルコースマイナス6リン酸に転換され、解凍系の中間体となる。グリゲンの分解は、アドレナリン、またはグルカゴンに刺激されて、 グリコーゲンが蓄えられている筋肉と肝細胞で起こる。肝細胞ではグルコースマイナス酸を解凍系で消費することもできるし、グルコースマイナス6ホスファターゼでリン酸元を除去して、グルコースにした上で血流に放出することもできる。筋肉細胞ではグルコースは放出しない。グリコーゲンの分解は、グリコーゲンホスホリラーゼ、ホスホグルコムターゼ、 グリコーゲン脱分子酵素の3酵素によって行われる。この酵素反応では、グリコーゲンの非還元末端のアルファ結合が、リン酸を攻撃し、範囲姿を基礎ニウム中間体を作った後、リン酸と、アルファ結合して、グルコースマイナス1リン酸を作る。ホスホグルコムターゼは、グルコースマイナス1リン酸と、グルコースマイナス6リン酸とを相互変換する酵素である。例えば、 酵素のリン酸元を1位の酸素が、嗅覚攻撃すると、グルコースマイナス1、6ビスリン酸を経て、グルコースマイナス1リン酸が生成する。中間体であるグルコースマイナス1、6ビスリン酸は乖りすると酵素は、失活してしまう。そうならないために、ホスホグルコキナーゼがグルコースマイナス1リン酸を、リン酸化して、グルコースマイナス1、6ビスリン酸を補給している。 グリコーゲン脱分子酵素は、4α グルカのトランスフェラーゼと、アミロマイナス1、6グルコシダーゼの2つの活性部位を持つ。4α グルカのトランスフェラーゼは、限界分子差から、α 結合の3グルコースを別の非還元末端に転移させ、アミロマイナス1、6グルコシダーゼは、α 結合を過水分解する。グリコーゲン脱分子酵素の活性は、 グリコーゲンホスホリラーゼよりずっと低い。ボート製科学第3版ドーナルドボトジュディス・ジーボト、タミヤ・ノブオタ役東京科学同人 2005.228P491。ありがとうございます。